まあ、先ほどもちょっとあったんですけれども、その強いストライカーっていう印象の平本選手は、はい、打ち合いを望んでるんですけれど、はい、それについてどう思いますか？まあ、どうお好きにどうぞって感じですね。あの、うん、巻き込みで、うん、はい、巻き込みだけは、まあ、巻き込みだってぐらいで、うんうん、その平本選手の打撃への、まあ、なんか高圧だったりとか、そういったものとかってあったりしますか？もちろん警戒はしてますよ。うん、なんだろう、かなり精度の高いスナイパー的な感じのストライカーなんで、まあ、警戒はしてますけど、別にあの、はい、なんだろう、まあ、警戒はしてます。はい。ありがとうございます。あとですね、あの、平本選手の研究っていうのをしてきたと思うんですけれども、あの、話せる範囲で、その、研究して分かった平本選手のウィークポイントみたいな。弱みみたいな部分って何かありました？弱み、どうだろうな、うん、まだ MMA の価値を知らないことかなっていう、とりあえず言えることは、うん、鈴木選手にとってその MMA の価値っていうのはどういう、うん、まあ、やっぱあれですよね、この勝ち負け、まあ、もちろんあの戦わないのとそれ以外は全くもうもう天と地の差があるんですけど、うん、戦ったという経験と戦ってない経験は全く別なんですが、まあ、その中でもやっぱ勝ちの時のやっぱ喜びと、まあ、負けの悔しさとその時の感じっていうんですかね、うん、僕はまあ 両方知ってるので、うん、まあ、経験者で経験者としてね、そこは、うん、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録